チャオ、らっちゃんです。今日は7月の26かな、木曜日、木曜日のあっちゃんの朝ごはんです。はい、今日はね、残り物で作りましょう。パン、こっちやな、ショーパンをまずね、ポーチにします。焼いてないからしにくい、焼いてなくて死にくいときで、まずね、耳をね、ほうきにね、先にチュク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 って焼いてへんでね、切りにくくね。で、耳が切れて硬くないんで、まっすぐに入れていきます。でね、コツはね、小刻みにクチュクチュクチュって動かすこと、と、この水平を守ること。ここね、この面ね、ここのところの水平を守ること。で、チュク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 ってこう擦っていったら入れていくんで、こんな感じに綺麗にポーチになります。で、ここのところにね、よいしょ、昨日のねシーザーサラダの残りをちょっと入れましょう。ドレッシングをよくねつけて、この中にシーザーサラダの残りと、入れます。で、置いておきましょう。で、昨日のね、かけフォンデュ、フォンデュをね、上にのせます。全部使っちゃおう。多いかな、まあいいや。で、これにね、チーズ、結構チーズ乗ってるんで十分やけどね、軽く軽く、ほんまに軽くね、あんまり乗せすぎんでも。ただね、チーズ乗せないとね、焦げちゃったりするからね。チーズの振り焼きましょう。コーヒー終わり、食べましょう。はい、できました。昨日のね、かけフォンデュ、かけフォン、鶏もものかけフォンデュの残りとサラダの残りで、ポーチドサンドかけフォンデュパン、なんでもいいや、できました。では食べましょう。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。うん、今日はなんでこれ食べてるか、舌が起きてて、このソファーで寝転んで、起きてよ、朝ごはん食べて、また二度寝してんねん、ガチ寝したんちゃうかな、さっき寝転んで勉強するからって言っとったのに、ちょっと横になる言って、まあいいかわいせ、もうそのまま置いたね。うん、重いわ。
食べ過ぎたかも。うん、おいしい。最後にね、あのかけたチーズ、のせたチーズがとろけて、それがまたおいしい、ね、ちょっと半分焦げたみたいになって、うん、中から出てくるサラダ、2層になったサラダ、これが美味しいわ、うん、これは美味しい、うん、ちょっとがっつりやけどね、うんうん、元気になったから食欲も出た、うん、あんまりね、なんかしなかったけどね、うん、うん、美味しい。うん、なんか言葉出へんぐらい美味しいよ。うん、そうすよ、ブラックペッパーでちょっとね味を締めてみよう。このチーズソースにはねブラックペッパーが合うね。うん、香りちゃって美味しい。うん、今日したいことがあってね、うん、美味しい、重い。結構重い。美味しいよ。パスタソースになるしね、美味しいよ、これいいよ。うん、あのね、昨日ちょっとねお買い物行ってきて、まあいろいろ買ってきてんけども、こんな感じで夏場ね、うん、もうめんどくさい時にパパッとできるようなもん常備菜作ろうかな思ってんけどね、うん、今日もやっぱり蒸し暑くなってきてね、もうすでに30度やねん。だからキッチン立つのが嫌になるからね、分からへんねんけど、早くあかんでも冷凍だけしとかんとね傷んじゃうから。台風12号は関東直撃というとか気をつけてくださいね、うん、今週末というと、ね、うん、結構南の方にいるんだな、
兵力維持したまま関東直撃の恐れやって、気をつけてね、お前。ソースにしたチーズのとこはミルキーでマヨネーズのチーズ、あとのせしたチーズはチーズの塩味がすごく効いてて、チーズの味が変わんねん、美味しいよ、うん、迷ってんけどかけて正解、うん、濃いチーズは正解でした。うん、お腹いっぱい、それはお腹いっぱいになるわ、あんだけ乗せたらね、うん、ガチにして寝ないでと、うん、マスターが食材の買い出し早めに、常備用に缶詰や電池も用意やって、みんな気をつけてくださいね、関東の人、関東だけじゃなくね、それるか場合もあるから、うん、でもポケット Wi-Fi とかも充電しとこう、携帯とかね、うん、バイルバッテリーもね、すぐに充電しとかんと、うん、うん、ああ、うん、お腹いっぱいあった。いやー、お腹いっぱいになった。満足です。美味しかった。かけチーズフォンデュ。茶は鶏もものかけチーズフォンデュ。ね、ちょっと残ってて、一口か二口ぐらい持ったら結構思った以上残ってて、うん、美味しかったけどね。それにサラダも、まあ、一口分ぐらい残ってて、一緒にこう中入れてポーチ丼にして、で上に乗せて焼く。これありやと思う。うん、で上下でその味が変わるっていうのあって。でポーチというかサンドすることによってパンに味が染みるし、で焼いてもそんなに熱が入らへんから野菜のシャキシャキ感が残って、うん、ではサラダとかけチーズフォンデューを一緒に食べた感じで、シャキシャキと、ほっこりっていうのが、うん、同時に味わえて美味しかった、うん、これありです、まあ、ポーチドサンドならではやと思うね。外がこうくるって回ってて一箇所しか切れ目ないから、中まで中はね、熱入ってもはみ出さずにね、パンにしっとり味がついてっていうの、うん、ぜひよかったらやってみてください、うん、いいと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、名前何でしょう、かけチーズフォンデュの
ポーチドサンド、ちゃうな、何でもいいやもん、パン、はい、よかったよと思ってくれたら高評価をで応援コメントと、またこんなんもいいよとかアドバイス、アドバイスか、なんだ、いろいろ提案とか、とか、コメントでもらえれば嬉しいです。で、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。